皆さんの好きな開幕投手でいいかな。はい、開幕投手の件ですけど、はい、今年は、則本に、まずチームの、1本目というところを託して、シーズンスタートをしたいと思います。そうですね、まあ、あのチームとしていいスタートが切れるように、勝ちたいなと思います。はい、則本選手、開幕投手が発表されました。はい、取材を受けてきましたね。はい、はい、むしろ今の気持ちを。はい、そうですね、とりあえずはあの西口で負けなくてよかったなと思います。ちょっと数えてみたんですけど、はい、2年ぶり、しかも7回目です。はい、はい、やっぱりキャンプインの時点で狙ってるんですか？まあ狙ってなくはないんですけど、でもそんなにあのめっちゃ固執してるわけでもないしって感じっすよね。まあ僕どっちかって言ったら早く投げたいタイプなんで、やっぱり開幕戦が一番早いじゃないですか。だからいいなっていうのはあるんですけど。なるほど、はい、思い出に残る開幕戦ってありますか？やっぱ2年目の当時は西武ドームですかね。岸さんと投げ合って、はい、初完投勝利した時の試合はやっぱり今でも覚えてますね。はい、ルーキーイヤーでね、開幕投げるとは当然思ってなかったでしょうし、はい、そうですね、その時はだから今やったら分かるんですけど、大体オープン戦のローテーション見ればいつ投げるかなって分かるじゃないですか。そんなん僕知らないんで、なんか多分あの時ね、最後東京ドームで土曜日やったかなに5回60球ぐらいで降りたんですよ。でその後3日後ぐらいにお前開幕って言われたんですけど、なんか島さんとかはもうその降ろされ方見て、あこいつかっていうのは分かったらしいんですけど、分かんないじゃないですか。すごい、ルーキーの時に来ますね。そう、今から。そうなんです。ちなみに今回は、その実際どんな風に、はい、まあ、言われたんですか、その監督から。で、まあ、キャンプ中に、監督室に呼ばれて、小山さんと監督と僕3人で、まあ、開幕戦、まあ、勝ってほしいところ任せるからねっていうふうに言われて、今年は、開幕戦と、重要な試合勝ってもらいたいから頑張ってねって言われました。頑張ってねっていう、はい、ちょっと優しい感じで言われたんですけど、はい、そうですね、まあ今年も仙台で16時プレーボールなんで、日本一早いプロ野球開幕が仙台で行われるんで、まあ、日本で一番早く初勝利を挙げたいと思うんで、まあ、その瞬間をたくさんの人と共有したいんで、見に来てください。感染対策しっかりとして仙台で待っててください。頑張ります。